祈れ頼れ強く生きよう我らを導きたまえ天国の聖パドレピオ聖パドレピオ聖パドレ・ピオ1968年9月23日亡くなられました。81歳で、不思議な人生を送られたフランチェスコ・カプチン会の一人です。神様から数多くの賜物恵みを受けられたんです。一番有名なのは主イエス様の5つの傷、聖痕と言います。自分の体に50年の間持っておられ、その痛みを感じられました。苦しむ人と言われ、同時に希望の人でおられました。聖パドレ・ピオはいつもモットーとして祈れ、頼れ、心配するな。今日、私は彼の賜物について話すつもりではありません。彼の信仰の持ち方、彼の人生の中、最も大切にしておられたこと、つまり彼の霊性、これについてちょっとだけ話したいと思います。5つです。私に言わせると5つに分けられます。ではここで簡単に申し上げたいと思います。
第一には、ご聖体とごミサ。これは彼の信仰生活、彼の人生の中心となっていました。ご聖体、つまり、イエス様がご聖体に実存しておられる。ご聖体自体はイエス様だということを強く信じ、そしてそのごミサは十字架の生贄の繰り返しのようなものです。ごミサとご聖体第一。第二。順序は別として勝手に述べていますけれども、並べていますけれども、第二は聖母マリア様に対する信心です。特にロザリオの祈り。毎日何回もロザリオの祈りを唱えられました。聖母マリア様に対する熱烈な愛と信心を持っておられました。ご聖体とごミサ、一番です。そして二番目には、聖母マリア様に対する信心。三番目は、許しの筆跡。私たちみんな罪人です。罪のない人間はいません。彼は毎日50年の間、毎日国会室で十何時間も過ごされました。言うまでもなく、病気の時には出られませんでしたけれども、それ以外には、時としては、病気でありながら、国会室に行って、神様の憐れみ、許しを告白する人たちに与えられました。ご聖体とごミサ、聖母マリア様に対する信心とロザリオの祈り、そして、許しを求める、許しの筆跡を受けることの大切さ。4番目は、天国の霊魂。つまり、亡くなった人たちが、まだ神様のところに行かれないで、清めの場、煉獄で苦しんでいて、罪の償いを果たし、あるいは心が清められています。そういう亡くなった人たちの冥福を祈ることを彼に大切は、彼に大切最も
重大なものでした。最後には、しかし、決して最後と言っても小さくはなかったんですよ。教皇様のために祈ることです。教会のために祈ることです。彼の理性、こういうものです。繰り返します。ご聖体とごミサ、第一。二番目は、聖母マリア様に対する正しい信心とロザリオの祈り。三番目は、許しの筆跡を受けること。四番目、彼は、煉獄の霊魂たち、つまり亡くなった人たちの冥福を祈ること、大切にしました。最後には、教皇様及び教会のために祈ることです。私は最後に、彼の霊性を表しながら、聖パドレ・ピオ賛歌という歌を歌ってみたいと思います。聖なる印受け、茨の道を、人々の救いのため捧げた命、天国の聖パドレ、絶え間なきロザリオ、御母マリアと罪人の和解のため捧げた祈り、祈れ頼れ強く生けよう、我天国の聖パドレ・ピオ。ミッサのパンと恩賜、日ごとの糧に、煉獄の魂の救いを願おう、祈
Oh, yeah.